はい。皆さん、こんにちは。ワナリグリフジです。では、今回は、信長の野望革新パワーアップキット。こちらの方をプレイしていきたいと思います。信長の野望は少し時間が空いてしまって久しぶりのゲームになるかなと思うんですけども、大好きなゲームなのでね、プレイをしていきたいと思っています。で、今回選択するシナリオなんですけども、1603年3月、太閤の御。このシナリオでプレイをしていこうというふうに思っています。で、まあ、1603年といえばですね、関ヶ原の戦いが終わって、徳川家康が征夷大将軍、まあ、つまり幕府をね、開いた頃のシナリオになります。で、太閤の御とあるようにですね、まあ、いわゆる秀吉、豊臣、恩子の大名、バーサス家康というようなね、シナリオになっています。実際に、勢力図をご覧いただくとですね、まあ、おおよそ3分の2ぐらいが、徳川家、まあ、家康のね、支配下にあるという状況です。で、まあ、一つですね、ポイントがあるとすれば、まあ、例えば、土佐。ここはですね、まあ、もともと、秀吉の配下であった山内和豊。まあ、豊臣のね、三中郎の一人と言われている、この和豊なんかはですね、家康に組みしています。で、さらに言うと、細川、そして黒田、このあたりもですね、家康と同盟を結んでいるという状態です。で、一方、清正、加藤清正だったり、福島正則だったりっていった武将たちはですね、独立した家を持っているわけではなくて、あくまでも豊臣家、秀頼の家臣という位置づけになっています。このあたりがね、少し、まあ、情勢として複雑化する部分になりますので、最初にご紹介だけさせていただきました。で、今回はですね、もちろん、豊臣秀頼、太閤の御ということで、秀吉、御子の武将、大名たちと力を合わせて、打倒家康というのをね、やっていきたいと思っています。難易度に関しては上級、登録武将は登場しない、他、デフォルトでプレイをしていきます。ちょっとな、迷ったところではですね、寿命どうしようかなと思ったんですけども、もう寿命もね、デフォルトで進めさせていただこうというふうに思います。はい。では、まず早速なんですけども、マップを見て、周辺の状況から確認していきましょう。まず、豊臣家なんですけども、豊臣家と、まあ、大名、他ね、同盟を結んでいるところが、まあ、青く光っているところが、まあ、仲間、同盟者という位置づけになっています。まず、北の上杉佐竹、そして加賀の前田、このあたりがね、孤立している状態なので、もしかしたら早い段階で、家康に飲み込まれてしまうかなっていうね、まあ、そういう危険性は感じてます。まあ、ただやっぱりね、佐竹も鬼義重しかり、武将は揃ってるので、まあ、ちょっとでも長く持ちこたえてもらいたい。で、上杉のところも、まあ、影勝はじめ、兼継というところでね、やっぱり、能力の高い武将はいる。まあ、そういう状況ですね。で、西の方を見ておくとですね、まず四国なんですけども、先ほどお話した通り、山内家が、まあ、事実上徳川の家臣扱いになっていて、土佐は、家康のものになっています。なので四国は豊臣と徳川が分け合っているという状況です。で、マップをご覧いただくとですね、豊臣有利な状況じゃないかと、四国に関しては思われると思うんですけども、この四国にはですね、忠勝がいるんですね。忠勝がむちゃくちゃ強くて、まともに四国、決戦挑むと、忠勝にあっという間に削られてしまうので、四国に関しては基本、兵力を増強して、
防寒、まあそういう作戦を取ろうかなと思っています。で、九州がですね乱立している状態なんですけども、一応島津家が豊臣と同盟を結んでいる状態なので、この島津をうまく巻き込んでですね、徳川の勢力、さらには徳川と同盟を結んでいる細川、黒田、鍋島、この辺りをね、蹴散らしていって、九州をまず豊臣色に染めていく、そういう戦略を考えています。で、肝心の畿内なんですけども、畿内に関しては大和郡山城、そして二条御所、姫路城、この三つの城を拠点として、重点的に兵力を増強。もし、徳川家と一戦交えることになれば、ここをね、防衛ラインとして設定していきたいと思います。では、早速、始めていきましょう。で、まず、大阪城なんですけども、武将を見ておくとですね、大阪城は、統率の高い武将がいないので、ここに雪村を呼び寄せます。で、二条御所から呼び寄せることになるんですが、二条御所には正幸が入ってますので、一旦このね、正幸、雪村親子で二条御所と大阪城を守るという状況になります。で、重要拠点のもう一つ、大和郡山城なんですが、ここにはですね、まあ、いわゆる又兵衛ですね。後藤又兵衛が入っているので、又兵衛に任せます。統率85、武勇88。まあ、戦える武将にはなっていますね。そして、姫路城なんですけども、ここは、まあ、旧浮田家、まあ、旧っていう言い方もちょっと違うかな。浮田家が入ってます。浮田秀家、あとは明石武則、池田輝政、まあ、この辺りの武将たちで守らせます。では、町づくりをしていきましょう。防衛拠点としたい二条御所、そして、大和郡山城、姫路城に関しては、武将をしっかりとね、配置してありますので、兵力をこの後蓄えて、徳川家が攻めてきたら、それを撃退していくということをやっていきます。で、今ですね、まあ、諸勢力と言われる、まあ、水軍だったり、寺社仏閣に対して、こちらが何か工作を行ってもですね、全く相手にしてもらえない状態です。なので、ゲーム開始時に、初めから協定を結んでいるところは大事にするんですが、それ以外の、まあ、勢力とは一旦、距離を置く。敵対もしないし、味方になってくれというお願いもしないという状態を貫きます。で、九州で島津が徳川と開戦したらですね、この熊本城から清正をね、派遣したいなと思ってますので、今、時期で言うと春なんですけども、これが夏になったらですね、熊本城で優先的に歩兵をかけていこうと思っています。で、熊本城の北側には、徳川系の黒田、細川、鍋島といますので、この徳川系のね、大名家と渡り合うためにもですね、ここは熊本城で歩兵をしっかりかけようというところですね。では早速今お話してた通りですね、歩兵をかけます。清正自ら歩兵を。あとは防衛施設ですね。建設しておきます。で、技術に関してはですね、二期作をね、入れておきたいんですけど、まだ全然、足りていない状態なので、建設を順調に進めていきましょう。はい。ではですね、島津の内城からですね、徳川家、人吉城に1万が出撃していますので、これに乗じて、我々も熊本城から、軍を出して、一気にですね、この人吉城を飲み込んでしまおうというふうに思います。で、今、ちょうどですね、仕事を頼んでいる状態なので、熊本城に清正が戻ってき次第、この人吉城に向けて出陣していきます。
母兵をしているんですね、清正は今。なので清正が戻り次第人吉城に攻撃を仕掛けます。清正が戻ってきましたね。では我々も出撃していきましょう。出陣。清正の適性を見ておくと、槍ぶすま、槍突撃あたりを持っているので、ま、あくまでも島津の援軍という位置づけを考えても、ここは足軽隊5000ほどで出撃していきましょうか。まずは様子見ですね。社あたりまで出ます。進め。万が一ね、この島津隊が途中で引き返すなんてことになった時に、清正隊だけ、取り残されないようにね、気をつけたいと思います。島津軍が人吉城の近くまでやってきてますが、まずは町並みの破壊を行うようですね。様子見しましょう。で、人吉城から徳川軍が出撃してきたらですね、退路を断つように振る舞っていきます。では島津軍が人吉城に攻撃を仕掛けていて、これはインド頼康ですかね、インド頼康隊が出てますので、これに攻撃を仕掛けていきます。インド頼康隊を撃破すると。これでね、徳川と先端を開いたという状態になりますね。戦いを始めてしまったという状態ですね。前田から交渉の下会っておきます。おそらく技術系の交換だと思いますが、確認しましょう。そうだね、これはどうしようかな。条件提示で特に何もないので、お金をもらっておきましょう。で、結果インドより安隊と交戦しなくても島津隊が撃破してくれたようなので、どうしようかな、悩ましいな。人吉城の攻撃を始めてしまうかどうかですね。これ仮になんですが、島津がこの後どういう動きを取るかですよね。家康と全面戦争をするときに、この熊本城が最前線になるというのは避けたいところなんですが、すでに攻撃を受けて戦闘状態に入っているようなので、人吉城の攻略に我々も加わりましょう。人吉城に救援は来なそうですね。なのでこのまま島津がこの人吉城を取れそうです。ん、南条が徳川に寝返ったか。そしたらここで懲罰系確認しておきましょう。寝返られると困る武将たちはね、しっかりと囲っておきたいので、もちろん忠誠がね100に達してれば問題ないと思うんですけど、なかなか100にしておくっていうのはね厳しいので、離れられると困る武将を中心に、100になってない人たちには金を渡していきます。清正とね、島津軍が人吉城を攻略中。このまま行けば、ここは取れそうですね。まあ、あえて、我々、まあ、清正がね取らなくても島津が取ってもいいかなというところとは思ってます。最後の一撃を誰が加えたかで決まった気がするこの制圧戦は。よって清正が取ったから人吉城は我々のものになりましたね。まあ、これはこれでウェルカムだな。ただ武将の数が足りないので、探索とかを入れて、武将の数増やしましょう。まあ、初戦はね、うまく取れたという感じかな。熊本城では、そしたら武将が戻ってきたら歩兵しましょうか。で、今はですね、二期作の技術が欲しいので、
内政の学者を中心に建設を進めてます。まだ主だったところで直接的に徳川家康とね、先端を開いていない状態ではあるんですけども、例えば彦根城と目と鼻の先の二条御所、ここではご覧のようにですね、鉄砲やぐらを大量に建設中ということで軍事要塞化を進めてます。で、大阪城なんかは、まあお金をね、しっかり手に入れられるように位置を重点的に作っています。で、武将の数がやっぱりちょっと足りないなっていう状態なので、武将をね、一気に引っ張ってこようと今はしています。武将はね、探索で探していきましょう。で、人吉城を攻略した時に捕らえた2人いるんですけども、まあ、逃げられる危険性もあると思うんですが、一旦、殺さずにこのまましておきます。で、徒用しようとしても難しいですね。徒用できない状態です。再び九州なんですが、人吉城を取った後ですね、今度は、島津義久隊が、合計1万7000で、不の内城を攻めていると。いう状態なので、我々もですね、人吉城から出陣していこうと思います。ただ今、現役武将2人のうち2人とも修復に出ている状態なので、完了次第ですね、援軍として不の内城に出陣していきます。おそらくここでですね、島津軍と徳川細川の連合軍がぶつかることになりそうです。細川雄斎、まあ、藤鷹ですね。細川藤鷹が、不の内城で、島津義久隊と激突という状況になりそうなので、ここはしっかり見極めていきましょう。我々もできれば出陣したい。では清正を戻しましたので、ここは急いで援軍として出したいので出撃していきましょう。騎馬隊に編成します。5000、まあ、最前線の城ではないので、まあ、思い切って5000の兵、これを使っていきましょう。これで一気に不の内城に行きます。中継点をね、鹿児島を経由した方が良さそうですね。九州の黒人衆と万々が一鉢合わせになると、これを敵に回すことになるとすごく厄介なので、そうならないようにしましょう。あと気になるところとしてはですね、鍋島と黒田が戦ってるように見えます。これ徳川のね、同盟者同士なんですけども、いわゆる包囲網にはなっていないので、これ鍋島と細川の、黒田の戦いにうまく介入できれば、城がね、取れるんじゃないかなというところもあるので、例えばね、この村中の城なんていうのは今すごく脆弱な状態になっていると思います。じゃあこの村中城を見ておくと、鍋島家はどことどういう関係になっているかと見ると、そうだな、水軍が味方になってますね。この水軍と敵対するのは危険だな。まずはやっぱりこの不の内城を落としてからですね。今だったらね、この村中城を落としやすいかなっていう環境になってるんですけどね。一番いいのは、この福岡城で攻略している、まあ、黒田と鍋島が削り合ってくれて、2つの勢力が共に弱体化してくれると一番いいかなと思います。冬になったのでお金を回収してすかさず歩兵しておきます。で、清正が今急いで向かってるんですけど、さすがにちょっと遠いですね。騎馬隊なんで足は速いですけど、うまく間に合ってくれればいいかな。これで不の内城に藤鷹が入って1万3000の軍になりましたね。徳川より返還の使者。
確認します。まあ2人捕らえているのでその武将のことだと思うんですが、統率プラス7、武勇プラス6か。ここは拒否しておきましょう一旦ね。お、これはむちゃくちゃ嬉しい。前田刑事ですね。投与しましょう。前田刑事が、ああ、秀頼の配下に、馳せ参じたという状態ですね。いや、むちゃくちゃテンション上がるな。これ、探索は、ひたすら正幸でやらせましょう。前田刑事は二条五所で、歩兵。まあ、刑事はやっぱり武勇がね、秀でてますからね。では気になる宇野内城の戦い見ておきます。いやー、なかなか苦戦してそうだな。我々もね早く到着できればいいんですけどね。残念ながら宇野内城の攻略には失敗してますね。そしてここで合算戸田城から、そして鳥取城から、ガッサン戸田城に向け敵が出撃してきているという状態ですね。ガッサン戸田城を確認します。ガッサン戸田城、実はですね福島正則に任せている拠点です。このまま任せておいて守りきれるのかというところが一つポイントになりそうだな。兵力が6800ですね、ガッサン戸田城は。でここに東堂高虎はじめ、軍がやってくるという状況。吉田郡山城から援軍を出せばなんとかなりそうだな。敵は鳥取城、そして北野城から出撃という話だったと思うので、なんとかこれをね、撃退していきましょうか。では、ガッサン戸田城の防衛戦から次回続きをやっていきたいと思います。